お呼びでしょうか、所長。うん、まあ、かけたまえ。失礼します。あの子って、こういう花とか土いじり、昔から好きだったしな。また移動の話か？でも、今は所長にその権限はないはずだし。随分と図太くなったものだ、私も。待たせたな。さて、本題に入るか。はい。お？どうかしたかね、ミナイ君。いえ、別に。すみません。ご用件は何でしょうか。実はな。何ですか、これは。正直君に頼むべきかどうかは少々迷ったのだが、もはやそうも言っていられなくてな。で、これがその代物だ。だからって、こんな、こんな。大体この日取りは何ですか。確かに私はあなたとまどかの結婚に一応賛成はしましたが、だからってこんなにもすぐに結婚式、いくらなんでも早すぎでしょうが。とはいえ、6月に式を挙げた者はジューンブライドといって幸せの象徴だそうじゃないか。今を逃すと来年まで待たなければならん。ついでに大安の日が取れたとあっては少しは無理をしてでもぜひやるべきだと考えてな。少し無理じゃなく、ものすごく無理です。いくらジューンブライド狙いといっても、もう今月が6月なのに、式まで1ヶ月ありませんよ。まさかそこまでは。やりかねん、この人なら。
そもそもなんでわざわざ案内状を自前で作るんですか。こんなの式場のスタッフか引っ越し業者に頼めば済む話でしょうが。いや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 、案内状の作成は自分たちでやるというのが式場側の出してきた条件でね。せめてこの程度の情報はやむを得なかったのよ。かといって外部の業者に委託すると費用もバカにならんしね。豪邸に住んでいるおっさんが何せこいこと言ってんですか。そもそも私とあなたは職務上ではともかく、プライベートでは仇同士なんですからね。一体何を考えてるんですか。おいやまあ、しかし君は私たちの結婚に賛同してくれたと窓かくんが。賛成しても積極的に応援したつもりはね。そもそも相手側の親族に案内状の引っ越を頼むか普通。いや、それにしてもよく一見して内容を読めたものだな。私の字は暗号並みに解読が難しいともっぱらの評判で、まだかくんでも相当苦労して読み解くというのに。少しは恥に思え。だいたいそれだけ自覚があるのなら前々からペン習字でもやって改善させればいいじゃないですか。いや、私も常々そう思っているのだがね、いつもなんとなく後回しにして近いうちになんて考えてるうちに突然必要な時がやってきて、ご覧のありさまだ。言い換えるなら後の祭り、アフターカーニバルってやつよ。くだんねえ親父英語やめろって。本気でいじゃげるんだっぺが。とはいえとはいえ、どうも世間は文字が綺麗かどうかで知性の有無を問う傾向が強くってな。仮にも所長である以上この体たらくでは家内の傾聴を問われかねん。でそんな感じでもってどうしたものかと考えていて、ちょうど君のことを思い出したわけだ。君は書道一級？いや、二級？まあそれでなくても最近はワープロうちも達者と聞いているしな。ダメかね。書道は二段です。つかそこでダメかなんて聞く前にもっと根本的なことを心配しろ。まあこれは軽い前振りとして、本題は次のページからだ。若い女性にはときめく写真ばかりで目を奪われるかもしれんが、見てみてくれたまえたまえ。は？って婚約指輪まで私に選ばせる気か。いや私もね、最初は自分で選ぼうとは考えていたのだよ。だがどうもまどかくんはアクセサリーの好みが結構うるさいようで、高価なものであってもあんまり喜んでくれんのよ。それでね、ここは一つその思考をよく知っている身内に聞くのがベストだと。バカにしてます。やっぱり私をおちょくってるでしょ所長。八つ咲きにしますよ本気で。
心配しなくてもいい。君も欲しいものがあれば、手数料代わりにできる限り面倒を見よう。好きに選びたまえ。いるか！あんたにもらうくらいなら、工事現場で拾ったナットの方がよっぽどマシです！お、そりゃいいな。そして僕は死にませんとか言って、結婚を脅迫するのか？告白です！脅迫って言うな！意味合いが全然違ってくるでしょうが！指輪か。とりあえず、マドカ君の気に入りそうなものはこの中だと、どれどれどれ？教えてくれたまえ。知りませんよ。目つぶって適当なの選べばいいでしょ？バカモン！真面目に選ばんかい？テレスケ！真面目に選べっか！いやいや、おかげで助かったよ。本当に君の分はいいのかね？結構です。要件はこれだけですか？なら、そろそろ私は失礼。事件捜査の進みはどうかね？なるほど、そうきたか。報告していたのは藤田くんか、それとも花田くんかな。ご報告を申し上げなかったことはすみませんでした。警察庁所属の職員が所轄署の刑事に仕事を依頼するのは越権行為だと重々理解しております。まったくだ。それに今の捜査本部にも失礼な話だしな。あの、ひょっとしてどこかから苦情が入ったのですか？もしそうなら検跡は私一人で受けたまわりますので、
どうか藤田君たちの処分はご寛大に。早が転するな。山村も私もそれを咎めようというつもりなど毛頭ない。君たちの動きに気づいているのも署内では他におらんようだよ。よかった。ただはい、せっかく君が大掛かりに立ち回って科警研まで巻き込んだ肝入りの捜査本部なのだ。仕切るお偉方にも説明すれば捜査員を一挙動員することは可能だし、まして県警の連中は君に好意的だ。彼らを活用して動いた方が効率も良く何かと便利ではないのか。ええ、実は当初はそうするつもりで進めておりました。ですが、どうやら捜査内容が漏れている疑いがあるのです。実際この半年間、私たちへの情報提供者の態度が直前あるいは直後に急変したりして、情報収集を阻害されることが何度かありました。その証拠はこちらです。聞き込みのアポを取った直後にこちらで準備した質問内容と実際の聞き込み時の供述、明らかに我々が必要とする情報を第三者が介在して口止めを図った形跡が見られます。平沼陽子の看護学校時代の親友だった女性、今行方不明なんです。それなのに令状を取って家宅捜索を行った自宅には通帳や印鑑が置きっぱなし、長期の旅行先にそれらを携帯していないなんて少し考えにくいです。確かに。しかも行き先は不明のままで、有給が終わったその日に退職願いが病院に郵送されてきた。退職理由は一身上の都合といっても、帰省した様子、そして家族に連絡をした形跡等は一切なし。疑うなという方が無理というものです。ただあからさますぎる隠蔽工作なのが少々気になる。考えすぎかもしれない。それに、ならば座して待つよりも前に進んで攻められた方がいい。なるほどな。私や山村に黙っていたのも
それが理由かね。味方を疑うのはあまり感心できることじゃありません。ただ今回の事件には異常な点が多すぎる。ただの男子学生と看護師が死んだ事件と片付けるには警察側への干渉力が現状ありすぎます。だから信用できる部下と一緒に調べてみたかったのです。私は君にとってその信頼できる人間ではなかったということか。それは申し訳なかったな。あ、いえ、そうじゃなくて。ですが、勝手な期待になって申し訳ありませんが、山沖さんたちならきっと何らかの形で気づかれると思っていました。そして私たちがあなた方に話さない理由も理解してくださると。だから今日それをお尋ねになるということは何か動きがあった、そう考えてよろしいのでしょうか。動きか。その信用できる部下の藤田君から私に話があってな。君には内密にと前置きした上で私に頭を下げてきた。どんな理由でもいい。美内警部が今回の別行動的な捜査から外れるよう説得してくれと。それを受けて君に本意の意思があるのか、ここで確かめておきたいと思ってね。え？断っておくが、彼は君を裏切ったわけではない。そして君の依頼した捜査内容に不満を持っているわけでもない。むしろ彼は君のことを心配して悩んだ末に言ってきたのだ。それは理解してやってくれ。どういうことですか？いや、勘違いするな、友恵君。捜査自体は藤田君と花田君、それに一課でも信用できる連中を巻き込んで継続の予定だ。山村も指揮を受け継ぐことについてはすでに了承している。だったらどうして私だけ？藤田君の言うには、このままだと君が命を落としかねないとな。現場で動いてるからこそ、そういった空気を敏感に感じ取っているのだろう。私も実は、それに同意見だ。警察官である以上、危険は常にあるものです。それに、それを言うならむしろ、現場の藤田君たちの方が危ないはずです。彼らなら命を落としてもいいって、あなたはおっしゃるんですか？いや、危険なのは友井君、君の方だ。私が敵の頭なら真っ先に狙うことを考えるほどにな。君が女性であってもそうでなかったとしても。そもそも捜査員は人間の体で言えば手足、これはヒゲでも何でもなく事実だ。故に傷ついても、あるいは失われても、別の部位がそれにとって変わることができる。だが、頭や心臓、その他生命に必要な器官は、それが傷つくだけで、
体全域の機能が低下し、あるいは停止する。ならば、そこを狙えばいいと考えるのは、当然の発想だと思うがね。買いかぶりもいいところです。第一私は。広報室から出張ってきているだけの、報道対応係長。肩書きは確かにそうだが、今君がいなくなれば捜査本部はどうなるかね。どんなに強力な歯車で構成された機械回路でも、潤滑油がなければいずれ錆びて全体の動きがストップするものだ。その中身が複雑になればなるほどにね。たまには休んだ方がいいですよ。あなたが今倒れたら、科警犬と現場の連中が衝突して、プロジェクトが吹っ飛びますからね。畑副署長もその中の一人だって言ってたっけ。協力してくださった皆さんには本当に頭が下がる思いです。私が言い出したプロジェクトに忙しい中、いろんな不平不満も飲み込んで力を貸してくださる、もったいないことです。トモエ君ですが、いえ、だからこそ私はこのまま真相に近づかないまま終わりたくないんです。科警犬はお手柄顔で凱旋するかもしれませんが、これで犯人の姿が判明せずに閉じてしまったら、せっかくの皆さんの行為を無下にしてしまうことにもなりかねない。残った時間はもうそれほどありません。多少強引でも敵の本質に近づく努力をし続けることで行き詰まっている現状を打破できるかもしれない。だからそのためなら自らの命も危険にさらすと。私も警察の端くれです。危険は覚悟の上で、敵が私を狙ってくれるのなら、なおのこと好都合です。それが捜査の突破口を開くことになり、そして私の後を引き継いだ誰かが犯人を捕まえてくれる、そのためのおとり役であれば、喜んで引き受けるつもりです。そして君は、父と同じ末路に至るか。親子二代、正義に準じて死す。救われん話だと思わんかね。いや、君はそれでも満足だろう。信じるままやりたいように生き、勝手にのたれ死ぬ。警察官としての信念を抱きながら、思い残すことなく生けるだろう。だが、残された家族、まどか君は、どうなる？それは。あの子には。あなたがいるじゃないですか。マドカは見かけ以上に強い子ですから、たとえ私に何があっても、あなたがいればきっと立ち直ってくれます。私はそう信じています。勝手な思い込みだな。いや、もはや思い上がりと言うべきだろう。
急に結婚を認める気になったのも、あるいはそんなところか。半年間、一体何を学んできたのだ？ここに戻ってきたとき、私に向かって言ったことを思い出してみたまえ。それは。感情的な復讐心や自己満足の行いは、自分の失敗を認めたくないという見苦しさの産物です。自分は正しいと一人で思い込んで、誰にも頼らず、誰の言葉にも耳を貸さない、独りよがりの未熟な、まがいものの正義です。でも、それでは本当の悪には勝てない。いえ、戦えない。こちらが犯罪を取り締まるため、あらゆる手段と知識を蓄えているように、相手も同様の準備をして、こちらを叩き潰そうと、その武器を磨いている。そんな奴らに、一人でできることなんて、たかが知れています。ええ、確かに私はそう言いました。みんなの力を合わせて当たることこそが重要だと。そして私は、幸運にもたくさんの人の力を借りることができました。運か。私が今ここにいるのは、たくさんの人たちのおかげです。みんな、忙しい中でも、私に力を貸してくれて、いろんな期待を託してくれている。私は、それに応える義務がある。そう考えるのは、間違っていますか？故に彼らに貢献するべく、そして、期待に応えるべく自分の命を投げ出す。か。それを聞いて喜ぶ奴がどこにいる？少なくとも肉親、知人でそれを肯定する奴がいるとでも？ならば君は逆の立場になっても相手に対してそう思うのかね？死して立派な奴だったと。ともえ君。自分の命を自分だけのものと考えるな。君はこれまで誰かに支えられて、誰かに助けられて人生を送ってきたはずだ。そしてそれと同時に君は、それぞれの夢や思いを託されて、その期待に応えるべく今日まで頑張ってきたのだろう。たとえ泥水をすすって地獄にまみれようとも、必死に生きることも戦いだ。にもかかわらず、勝手に自ら幕を閉じて、君はどう言い訳をするつもりだ？それは。言わずもがなと思って黙ってきたが、あえて伝えよう。君は今回、捨て身でこのプロジェクトに刑事生命をかけたと言っていたな。もし失敗すれば官職行き、あるいは失職も覚悟してと。それだから多少の無茶や衝突も大したことではない。と、開き直っているのかもしれん。だが、現実は違うぞ。え？君が3ヶ月以内に解決してみせると豪語した番組企画のことだ。すでに前のは上層部と局のお偉方に当初の目的が達成できなかった時の対処案を提出している。新しい捜査形態を体系づけた立役者の一人として、君は東京に凱旋する。
という筋書きでな、科研系の連中の動きを逆に利用したわけだ。テレビ局側も大筋でその代替案に賛成らしい。そんな、どうしてそこまで。やつも長い間理解者に恵まれず苦労した口だからな。たった一度のことで信頼できる部下を手放すような真似はしないということだ。前野にとっては成功や失敗よりもむしろ君がこのプロジェクトで何らかを学び取り経験を得ることこそを求めていた。結果など関係なく、その過程が重要だった。だからこそ、奴は支援する気になったのだ。学習と、経験？それって、科警研の人たちと同じということですか？人が死んでいるんですよ！実際に不幸になった人がいるのに、それをテストケースなんて。確かにある意味ではそうかもしれん。控えめに言っても良心的な話ではない。だが机上の空論で固まった人間を作り出さないためには、あえてみんなが目を背ける現実で苦労させることも必要だ。違うかね。まして君は当初の目的を外れたとはいえプロファイリングの効果を実際に示してみせた。手柄は確かに科警研だが、各方面を調整して上層部を説き伏せ形として組み上げた本当の立役者が誰なのかみんな分かっている。出世の評価として提示できないのは残念な話だがな。出世なんて私は。智恵君、出世を軽く思うな。正しいこと、自分の信じることを他人に説得し協力を取り付けるために必要なのは肩書きと名声だ。警察と正義を信じたいのならば偉くなれ。たとえあざとく思われようとも一切気にしない勇気を持つんだ。それが君の理想に近づく最善手だと私は信じている。山沖さん、確かに捜査に大小も軽重もない。だが藤田君は、いやこの垣内署の捜査員はみんな君に期待しているのだ。これだけ小さな警察署でさえ変えられる能力を持った人材だ。もしもこのまま出世して偉くなればきっと自分たちが警察官であることを誇りに思えるくらいに
警察の組織に刺激を与えてくれる存在になってくれるとな。だからこそみんな君に力を貸している。そして危ない橋ならば自分たちがと引き受ける気にもなる。その思いは決して軽いものではないぞ。わかっています。いえ、わかりたいと思っています。いつもずっと。私は本当に幸せ者だと思います。それだけは分かっているんです。でも、変な言い方を許してください。それを感じれば感じるほど、私は正義とは一体何なのか分からなくなるんです。自分だけの正義は勝手な自己満足でしかない。だから他の人たちを巻き込んで正義を果たそうと願う。でもたくさんの人たちの力添えを感じれば感じるほど、自分の行いに対する責任と代償が自分一人では済まないと思って、正直怖くなります。だからつい自制を考えてしまいたくなる。矛盾してますよね。ひょっとすると、だからこそ父は自己満足を承知で一人だけの正義を貫いたのでしょうか。その結果として友人の思いに背き、家族さえも犠牲にした。一切のしがらみから自由に行動するため、それが父なりの正義だった。だけど父のそんな思いは組織にとってただの独りよがりな愚かなものだったのでしょうか。それは、前野さん、広報室長が以前話してくれたのです。あの人は新人の頃公安にいて、その指導教官が見ない警部補だったと。独自に行動することが多く、現場の人たちや上司はいつも振り回されていたそうですね。喋りガラスは、私父を尊敬していました。今でもその気持ちに変わりはありません。ですが山沖さん、あなたに私の行き過ぎを注意されて、私自身それが最もだと思うと、父の行いは間違っていたんだろうかと不安になるんです。父はもっと家庭を顧みて危険を冒すことなく振る舞うべきであったのではないかと。すみません、こんなことを言うつもりじゃなかったのですが。失礼します。ローエル事件を知っているか。え？はい。長い話になるかもしれん。忙しくないとは思わないが、もう少し私に付き合ってもらえるかな。
内さん、美内さん。すみません、さっきからずっと黙ってなんだか辛そうな顔をしていましたから、何か悩み事でもあったんですか？あ、ううん、別に、ただちょっと眠気がね。ああ、運転は俺に任せてもらって結構ですから、着いたら起こしますんで、それまではゆっくり寝ていてください。うん、ありがとう。警察現代史のおさらいになるかもしれんが、まずは事件のあらましから話そう。13年前の昭和45年、とある精神疾患で入院していた患者が異常行動を起こし、その果てに屋上から飛び降りて即死した。はい、よく知っています。で、その異常行動だが、看護師や医師、それに周囲の患者に次々と襲いかかって狂人を振るうといったものでな、幸い死者こそ出なかったというのは建前で、実際には患者が二人、その傷が元で死亡している。え、報道すると社会的影響が大きいと判断されてな、一般の人々は他の精神疾患の患者たちに対して差別意識、あるいは排斥行動に出ないとも限らない。そして彼の体を司法解剖した際に、脳から異常なほどのアドレナリン、興奮物質が発見されたのだ。それを受けて、その患者に処方されていた治療薬が何か、厚生省と警察庁が主導となって調査が行われた。そしてその薬物を構成する成分配列を分析した結果、それは外資系の製薬会社によって提供されたものだと分かったのだよ。その製薬会社がローエル社ですね。この国での認可薬には厳格な基準が設けられている。だが、それは審査段階で危険性を指摘されていながらも、多額の賄賂によって認可を得たものだった。故に、ローエル社は日本国内での薬剤販売を禁止された。そして数年にわたる警察、厚生省、検察庁による合同捜査の末、それを斡旋した厚生省の薬事局の次長が逮捕された。その結果、輸入の窓口となっていた製薬会社の幹部、そして当時の薬事審査会の連中はほとんど辞職へと追い込まれていった。あとは、ニュースなどで取り上げられている通りだ。でも
どうして山沖さんや私の父、公安の人たちがその捜査を？戦場において最も兵士たちの敵となり得るものは何だと思うかね？敵とは脅威となる存在ということですか？それなら核とか毒ガスとかの兵器で。違うな。それは恐怖心だ。ならばそれを取り除いたとき、最強の兵士が生まれることになる。経験や性格的なものもあるだろうが、それが物理的に除去できるのであればより効率的だ。アルコールによる酩酊でもその近似の精神状態を作り出すことができるかもしれん。だが他にもっと効果的な手段があるとしたら、それは何だと思う？抗精神薬ですか？信じられんのも無理はないが、我々は様々な方面からその確たる証拠をつかんでいた。しかし例えば精神疾患の治療を口実にしたとしても、実際に人間をサンプルにしてそれらの薬物の効能を実験する機会は少ない。さらに自国の一般人に協力を求めて臨床試験を行うことは、倫理的な観点から鑑みてもリスクが大きすぎる。ならば国内ではなく海外の国、それも生活水準が一定値に達している文明国で臨床実験を行えばいい。そうすれば国内で行う実験と類似した条件下で詳細なデータを入手しやすくなる。つまり我々の国はその外資系企業、いや外国によって人体実験の場にされていたということなんですか？平たく言えばそういうことだ。冗談じゃない。そんなことあって許されるものではありません。そうだ、冗談ではない話だ。国益を守るためにもそんなことは絶対に阻止しなくてはならん。そう思って我々公安は捜査に当たっていた。ローエル社は取り締まりの対象となった薬物に限らず、
他にも危険な未認可製剤の試験を日本で行い、そのデータを本社へと持ち出していた。そして仲介の連中に賄賂をばらまき、斡旋を頼んでいた。明らかに外為法、そして薬事法違反だ。そしてその仲介を行っていたのがとある政商だった。その黒幕がやったという有力な証拠は残念ながら未だにつかめていない。そして今もなお、そういった未認可製剤が国内に流通している疑いがある。現金問屋を通じてな。現金問屋を？どうしてそれを取り締まらないのですか？警察にはその権限がない。無論公安にもな。薬事に関しては厚生省、そして製剤界の汚職は検察庁の特捜部と明確に区分けがされている。そしてそれらが好意的かつ積極的に協力して行動を起こしたことはほとんど、いや、ゼロに等しいだろう。しかし、ユウスケ、君の父は何かを掴んだのだと私は考えている。そうでなければ、あんなあからさまな口封じをされるはずがないからな。私をこの垣内に呼んでくださったのは、それも関係しているのですか？ユウスケが接触していたという情報提供者がこの近辺にいるという噂を聞きつけてな。詳しい情報をつかむためにもちょうど空席となっていたこの垣内署の署長職を利用させてもらった。そして入念な捜査の結果、ほぼ確実と見込んで君を呼び寄せた。せめて最後は君に手錠をかけさせてやりたいと思ったのだ。山沖さん。だが残念ながらその人物は君がここに赴任する直前に行方がわからなくなった。消されたか、それとも危険を察して身を隠したか、それも不明だ。そして捜査は再び振り出しに戻ったというわけだ。その人物は一体何者だったんですか？垣内空港の国際線移設を反対していた空港近隣の住民だ。市民運動の関係上とある政治団体にもつながっていたそうだが、公安の見立てでは関与は素人のことだった。結局その男にどうしてユウスケが接触をかけたのか、今となっては何もわからん。私が知るのはそれが全てだ。
ローウェル事件。それを調べて父は書き打ちにやってきた。何なんだろう。とりあえず、いい結果が出るといいですね。え？薬ですよ。せっかく君吉夏美からサンプルを提供してもらったんだから、美奈さんの推理通りの効能があれば、今後の捜査にも進展がありそうですから。そうね。もし精神に異常をきたすような何らかの効能があったとすれば、状況は大きく動く。小倉の大学病院にも強制捜査を差し向けることが可能だろう。でも花田くん、ちょっとサービスエリアに寄ってくれる？え？ああ、別に構いませんけど、トイレですか？違うわよ。喉が渇いたの。ああ、すみません。ひょっとして、酔っちゃいましたか？安全運転のつもりだったんですけど、俺ってあんまり運転がお上品じゃないもんで。そんなことないって。別に普通よ、普通。藤田くんも花田くんも私の部下じゃないんだから、私に内緒で動いたって止める権利はないんだけど。とりあえず
この先は都市部で渋滞気味みたいだし、ちょっと一息ついておこうと思ってね。いい？わかりました。じゃあちょっと待ってて、すぐ戻るから。ああ、だったら俺ついでに給油してきますよ。10分ほどであの手洗い場の付近に車を止めますから、そっちに来てください。だからトイレじゃないって言ったでしょ、ぶっ飛ばすわよ。読めよこんちくしょう。あれ、気のせいよ。あれ？まさか。こんなところへ、なんで？どうする？このまま一緒にバスに乗って尾行するか。そうだ。はい、こちら柿内署。警部の見ないです。走行中の19号車の無線に連絡を。見ないは売店で参考人らしき人物を発見、それを追跡して高速バスに乗車、追って連絡すると。了解しました。よろしく。それじゃ。
どうしたのかな、ミナイさん。19号車ならミナイさんと、誰が乗ってるんだっけ。こういうところ、すごくきっちりしている人なのにね。これ書いたの、ミナイさん？いえ、違いますよ。確か男の人で、誰だっけ。とりあえず、無線つなげばわかるかな。こちら柿内署情報センター。19号車応答せよ。どこへ行く気なんだろう。そういえば、この薬を飲みすぎてから、なんだか自分じゃない自分が私に話しかけてくるようになって。私、ほんのさっきまでその子に体を乗っ取られていたんです。その子、私の本当の心を暴き出してくるんです。みんな壊したい、みんななかったことにしたい、気に入らないこと全部消して、邪魔する奴はみんな殺して、そして、証拠はない。でも、確かめる価値はある。ここって、なんで今さら。特になしです。無関係を装うというよりも無関心って感じでしたよ。
無関心。せめてたたりに会って殺されたんでしょとか、いい気味だってな感じに反応してくれたら、こっちとしても名目が立ったんですかね。そうなんですかだけだったら返す言葉なしです。今時の子供ってのは、転校したら前の友人のことなんて忘れちまうものなのかって正直呆れちゃいましたよ。とうとう来ちゃった。ここって、尾崎さんの家ですか？いいえ、うちは畠山なんですけど。あ、すみません。あの、じゃあお隣は尾崎さんですか？え？ええ、以前はそうだったわね。だった？引っ越しちゃったのよ。もう半年になるかしら。今は誰も住んでいないわよ。え？あの、渚ちゃん、尾崎さんはどちらに引っ越されましたか？さあ、ごめんなさい。急に出て行かれたから聞いていないの。そんな。Thank you.
でしょ？うん。本当？本当にレイナなのね？うん。私、レイナ、レイナだよ、渚ちゃん。レイナ、会いたいな。会えないかな、どこかで。ごめんね、いろんなこといっぱいありすぎて電話じゃうまく話せそうにないの。私、レイナと会って話がしたい。もう一度レイナの顔を見て話し合いたいの。渚ちゃん。レイナって今、ひなみ沢ってところにいるんだよね。私が住んでるのは、大巻なの、知ってた？ここからだと、バス一本で行けるところなんだよ。うん。ねえ、レイナ、ダメかな？私たち、もう、会えないのかな？ううん、そんなこと、ない。ありがとう。私、今度の日曜日にそっちへ行くから、待ち合わせ場所を教えて。そんな、私がそっちへ行くよ。わざわざ渚ちゃんに来てもらうなんて。いいの。レイナも自分の知ってるところで会う方が、安心してお話ができるでしょ？ね？お願い。そうさせて。渚ちゃん。
それじゃあまた。話したいこといっぱいあるけど、今度会った時にね。電車あるかな？こんばんは。久しぶりね。半年ぶりかしら。あの、すみません、どなたですか？見ない巴です。覚えてない？あ、その、すみません。うん、ごめんなさい。どこで会ったか教えてくれませんか？ひなみ沢よ。それから、この柿打ちでもね。レナ、この町に来たの今日が初めてなんですけど。警察庁広報室の警察官。え？いえ、こういった方がよくわかるかもね。元茨城県警の刑事です。あ、